エスティニア？どうしてここに？っていうか何してるのよ。なんだ？お前らの知り合いか？うちの親父、強そうな奴を見かけるとすぐ王宮に呼んで手合わせしちまうんだよ。ったく、困った王様だろ。ということは、エスティニオンさんと戦っているのが連王グルージャジャ。ここまでだ、トツクニの槍使い。わしの可愛い娘が訪ねてきたみてえだからよ。それにしてもここまで強えやつと会ったのは久しぶりだ。長生きはしてみるもんだな。ならいいことを教えてやる。あの男はさらにやるぞ。ほう、そいつは楽しみだ。まさか君もトラレ大陸を訪れていたとは。東は見たからな。次は西にと思っただけだ。旅の理由はそれで十分か。君らしいよ。それよりも見ただろう、頭が片方眠っててあれだ。本気だったらどうなっていたか。眠ってる。親父もだいぶ年だからな。部の頭は老いてますますって感じだけど、リの頭の眠る時間が長くなってきてるんだ。顔を覆う装具も魔力の回復を促すためのものなんだってよ。そんなことよりラマチよ、お前の話を聞かせてくれや。ラマチ？ああ、私の愛称だよ。家族はみんなそう呼んでる。珍しいじゃねえか。なあ、エレネ。お久しぶりです、連王。海向こうではエレンビルと名乗っておりますので、どうかそれで。ほう、そうなのか。で、残りの連中はラマチの協力者ってところか。どいつもいい面構えじゃねえか。まとめて一戦交えたいところだが、あまり時間がないんでな。すぐに他の継承候補者たちを集めさせよう。なら俺は旅の続きに戻るとするか。じゃあな、お前たち。
これで全員揃ったな。我が長子ゾラージャ、次子コーナ、抜子ウクラマト、そして祝福の子バクージャジャヨ。お前たち4名にはこれより継承の儀に挑んでもらう。わしの後を継ぎこの国の次代の王となるべき者を選ぶためにな。わしも年をとって半身であるリの頭は眠ってばかり。いい加減連王としての体裁を保てんというわけだ。しかしいかんせんトライオラの王が変わるのは初のこと。どうしたもんかと考えてこの国を起こす前からあった方法を借りることにした。それが継承の儀だ。もともとはマムージャ族が王を決めるための儀式でな、もっぱら総統同士で競ってたもんだったが、わしが起こしたトライオラはタブ族によってなる国、二代目の王は総統どころかマムージャである必要さえない。けそこで我が実子ゾラージャのみならず、養子であるコーナとウクラマトにもその資格を与えることにしたわけだ。だがそれだけでは真に全ての部族に機会を与えたとは言えん。故に先の武闘大会の勝者も参加させることにしたのさ。それで俺様がここにいるってわけよ。そっちの一つ頭くんはビビって武闘大会に参加しなかったようだがな。兄さんはトラルビドラール討伐の任で幽連隊を率いてサカトラルまで遠征に行っていただけ。そうとも知らずに言いがかりをつけるとは、なんとも滑稽ですね。じゃあ次はお前らが最も気にしているであろう継承の儀の内容についてだ。儀式の勝者となって王位を継承する条件、それはヨカトラルのイズコカにある黄金鏡を見つけ出すことだ。父上、一つよろしいですか。おお、なんだ。黄金鏡といえば、この大陸に古くから伝わる伝説。いえ、誰も見たことがないのですから、もはやおとぎ話のような存在と言えるでしょう。それを探せということは、実在する確証があると。ああ、黄金鏡は間違いなく存在する。他ならぬわしが、この四つのマナコで見てきたからな。まさか本当にあるのか。この国を起こす前、わしは仲間と各地を旅し、最後には黄金鏡へ至る扉にたどり着いた。お前たちにも同じことをしてもらう。が、
そこへ到達するにはわしが施した封印を解く必要があってな。あれを持て。あの絵文字はトライオラ女子しか？わしがこの国を起こすまでに歩んだ旅路をなぞれ。その道中にお前たちの器を測る連合の選者が7人待ち受けている。そいつらの出す試練を超えて奇跡を手に入れろ。7つの石板はその全てに秘石をはめることで黄金鏡の扉にかけられた封印を解くマグとなるのだ。つまり戦者の試練を超え7つの秘石を手に入れなければ黄金鏡に至る扉にはたどり着けない。いかにもその通りよ。どうだ、心躍るだろう。先の舞踏大会といい、季節ごとの狩猟祭といい、ほんと親父はこういうの好きだよな。もう少し若ければわしも参加してお前たちを蹴散らしてやったんだから。まどろっこしい真似をと思うかもしれんが、王位をくれてやるんだ。これくらいのわがままには付き合ってもらうぞ。めんどくせえ。相当の俺様を後継者に指名すりゃ済む話だろうが。ではこれより継承の儀を始めるぞ。誰がわしの王位を継ぐか楽しみに見届けさせてもらおう。候補者たちは別室で石板を受け取るのを忘れるなよ。ジョーちゃんは確かラマチの協力者だったな。わしに何か？私はバルデシオン委員会の代表代行、クルル・バルデシオンと名乗ればお分かりいただけますか？ほう、過去にあなたがバルデシオン委員会に宛てた手紙です。残念ながら大半がかすれて判読できませんでしたが、それでもあなたが私の育ての親であるガラフ・バルデシオンに黄金鏡の調査を依頼したことはどうにか読み取れました。そして同封されていたこの耳飾り、わざわざおじいちゃんが来たことを思えば黄金鏡とこの耳飾りには何か重大な秘密があるはず。私はバルデシオン委員会の代表を継いだ身としてそのことを調べに来たのです。
何かご存知なら教えていただけませんか。悪いが、今は何も話せんな。これから黄金鏡を探させようって言うんだ。お前に詳しい経緯を伝えれば、継承の儀の公平性が崩れちまう。だが、全てが終わった後、次期国王となった者にはありのままを話すつもりでいる。そんなに知りたければラマチを勝たせることだな。わかりました。必ず黄金鏡を見つけてみせます。それでこそバルデシオン委員会の一員ですから。話を聞いてくださってありがとうございました。あの時の赤子が随分頼もしく育ったじゃねえか。なあ、ガラフよ。なあ、今更こんなことを言うのもなんだが、本当に来てよかったのか。いや、ウクラマとはあの通り強引なやつだろ。一応同意の上とはいえ、無理やりじゃなかったかと思ってな。オタクは黄金鏡に釣られた口かもしれないが、これは王位をめぐる戦いで、いろんな思惑が絡んでくる。もしも手を引きたいと思うなら、俺が取りなすから遠慮なく言ってくれ。出発する前の今が離れる最後の機会かもしれないぞ。生きていく、それが人の答えだとして、あんたは自分の旅路に何を見つけるんだろう。それまで好きに歩いてみればいい。旅の終わりは明日への一歩。道はまだ続いてるんだからさ。そうか、それが今のオタクの目的なんだな。なら俺がとやかく言うこともないか。俺自身さっきの連王の話を聞いて、ただのガイド気分じゃいられなくなったことだしな。来たぞ、ゾラージャ様だ。すごい迫力だ。お父上をもしのぐトライオラ随一の武人と言われるだけある。ゾラージャ王子、我が村では例外により作物の実りが少なく、子供たちが飢えをしのぐこともできないのです。あなた様が時代の王となった暁にはどうか我が一族に新たな領土を。サレージュ、どうかご安心を。
殿下は連王の血を継ぐ奇跡の子。きっとあなた方の思いに応えてくださるでしょう。あれが第一王子ゾラージャだ。トラル幽連隊を率いる隊長でもある。宮廷剣士サレージャ、あいつの言う通り連王グルージャジャとゾラージャ王子は血のつながった不死でな。剣士の彼が言っていた奇跡の子というのは、総統として生まれてきた者はこうなせない、それが通説だった。にもかかわらずゾラージャ王子は生まれてきた。武の頭の顔立ちに李の頭の鱗を持ち合わせてな。だから奇跡の子ってわけだ。ずいぶん寡黙なようだけど、とんでもなく腕が立つってことは一目で理解できたわ。剣の腕前は連王譲り、それどころかすでに勝っているとの評価もあるほどだ。ゾラージャ王子はその武勇を頼みに領土拡大のため外界に打って出ようとしててな。彼とそれを支持する連中は外政派と呼ばれてる。トライオラの平和を維持したい穏健派のウクラマトとは正反対の思想ってわけだ。シャーレアンを立つ前、ラストスタンドでウクラマトが話してた大いにつけちゃならないやつってのはあの人のことさ。クレルさん、言葉の壁を越える力でゾラージャ王子の意志が感じられたの。深い闇のような底知れなさと炎のように激しく揺らめく思いが、正直に言って怖いと感じてしまったくらい。あなたが王様になったらまた作ってほしいですね。気球や鉄道みたいな便利なもの、やりやすくなりますから、私らの商売が。年寄り連中は文化が壊れるなんて言うけどさ、俺たち若者からしたら突国の技術は興味深いよな。ういうい、コーナ様の知識と技術があれば間違いなく勝てますよ、この継承の儀。すみませんが、継承の儀は始まったばかりです。ご要望は大いについた後に伺いますよ。では僕はこれで。相変わらず淡白だな。実にコーナ様らしいじゃないですか、合理的で。あの人がシャーレアン魔法大学に留学してたという第二王子のコーナ様だ。言われてみればあの顔は何度か校内で見かけた気がするわ。トラル大陸出身、それも王族だなんて気づかなかったけど。無理もない、素性を隠すために装いを変えた上でエオルゼア風の偽名を名乗っていたからな。この町の気球は彼が持ち込んだ技術で作られていたのか。それに鉄道とも聞こえたが。あの人が目指すのは留学中に知り得た技術でドライエラを発展させることなんだ。だから革新派と呼ばれてる。ああ見えて義妹であるウクラマトとは仲がいい。まるで本当の兄弟みたいにな。
越冬士の諸君、見送りご苦労。何を怯えている。俺様は連合と同じ総統だぞ。総統が為政者となるのはこの国が起こるより前からのマムージャ族の伝統。雑魚どもを蹴散らして証明してやるぜ。お前らの上に立つべき存在が誰なのかをな。かっこいいよ、アリじゃ。大半のマムジャ族はトライオラで平和に暮らしてるのに、総決の教えの人たちだけはまだ。相当バクージャじゃ。先に行われた武闘大会の優勝者、王族以外だと唯一継承の儀への参加が許された男だ。実力はもう自分ないが、見ての通りのやつだからな。支持してるのは一部のマムージャ族くらいさ。王位を継いで何をするつもりなのかしら。政策やら何やら、王になった後のことなんて深く考えてるとも思えないが、あいつが王になったらマムージャ族が支配階級となり、他の種族が従属を強いられるのは確実だ。つまりあいつも王につけちゃならないやつってわけね。ただただ我らが望むのは一つ、トラル大陸らしく、私たちらしく平和に生きること。グルージャジャ様が作り上げたこの国をどうかお守りください。おう、任せとけ。みんなの願いのために突っ走るからよ。トライオラが起こる80年前までこの大陸は戦が絶えなかった。その時代を知ってる年長者を筆頭とした平穏な暮らしを望む者たちがウクラマトを支持してるわけだ。悪い、待たせた。こっちはウバのナミイカだ。私にとっちゃお袋みたいな存在だな。いいって言ってるのに見送りをするって言い張るもんだから連れてきた。皆様、ウクラマト王女のことどうかよろしく頼みます。あら、ウクラマト様も継承の儀にご参加されるの？王族からはゾラージャ様とコーナ様だけだとばかり。お二人と比べてウクラマト様は実績がないから。部ではゾラージャ様やバクージャジャにかなうわけもないし、知識でもトツクニ帰りのコーナ様にはね、とても継承の儀を争える器には思えないわ。いいさ、兄さんたちと比べて劣ってるのは私が一番よくわかってる。あら、私はウクラマト様がお兄様方よりも劣ってるだなんて思ったことはありませんよ。
それぞれの王子が何かに秀でているように、あなた様にもあなた様にしかないものがあります。ずっとそばで見てきた私が言うのですから、本当ですよ。ナミカ、ありがとよ。じゃ、行ってくるぜ。ええ、あなた様が大いにつくことを信じてお待ちしております。
Hey, thanks for making it this far into the video. So I wanted to include something for you real ones out there that actually stick around to the end of the video. At the very bottom of my description, you're going to find my refer a friend code. It's a first come, first serve basis, but I'll include this in every one of these videos moving forward. So if you want to come hang out on Zalara, go ahead and use that code and hop on. Feel free to message me on Twitter if you do play. I'd love to get a little community going on here if possible. Anyway, that's enough out of me. If you enjoyed today's video, please leave a like, comment down below what your favorite job is in FF14, and subscribe to the channel for more Dawn Trail content coming soon.